底辺 YouTuber の物語の始まりです。ご視聴お願いします。よし、今から YouTuber になるぞ。動画の再生が全く伸びない。早速動画あげようかな。よし、どうやるやろ。皆さんおはようございます。ともやです。よし、撮れた。こんな感じでやってみようかな。よし、最初の動画1本あげよう。再生回数100。俺だったらもっと撮れとった思ったんやけどな。他の YouTuber よりすごい自信。あの YouTuber 女っさいしな。俺の方がおもろいことできるわ。動画100本上げても絶望的な再生数。3ヶ月後。動画100本上げたのに全然いかへん。やっぱ YouTuber ってすごいんやな。よし、とりあえず4、5年やってみるか。2年後。2年で100人の現実。いや、2年やったけど100人しかいかへんな。登録者数。どうやってんやろ。なんかええ手ないんかな。やめようかな。急に伸びて案件が来る。3年後。いや、まだちょっとね継続してるけど全然やなわ。あれ、お、登録者数めっちゃ伸びと。え、この間まで100人やったのにもう1万いっと。え、10万。マジで、なんで。え、これで俺もラッキー。皆さんこんにちは、ともやです。これはね、案件なんですけれども、この商品見てください。このメーカーズマーク、これはねウイスキーなんですけど、サントリーがね作ってるウイスキーで、お値段なんと2000円するんですけど、普通のウイスキーはだいたい700円ぐらいなんですけど、ちょっとね倍ぐらいするんですけど、美味しいウイスキーなんで、ハイボールに割って飲んでください。他にもね、コークハイとかジンジャーハイとかウーロンハイとか、いろんな飲み方もあるんで、ぜひやってみてください。それでは皆さん、乾杯。よし。案件終わったな。50万。だいたい俺、チャンネル登録数50万人ぐらいだから、これで、確か、1再生あたり100万やな。頑張ってよかったな。バカにされてきたけど。夢の女優と結婚。女優と結婚した。不倫で人生終了。バン。以上で底辺 YouTuber の物語でした。皆さんこんにちは、ともやです。結構ね即興で作ったんで、こんなクオリティが低いものしか作れなかったんですけど、でもまだ見てくれてる人が何人かいるんで、それすらありがたいと思うんで、僕はもうね10人でも見てくれたら本当嬉しいんで、まあ、インスタとかもそんな感じなんで、インスタの延長線上かなと思って、まあ、僕はやってますね。本当ね、YouTube って売れれば天才、売れなければただの変な人で終わるんで、それが本当 YouTube のすごいところで、僕もね、あと、まあ、25歳まで続けるって決めてるんで、まあ、25歳までは続けると思ってますね。でも結果出んかったらもう25歳でバッサリやめると、そういうことをね決めてやってるんですけど、あんま長いことしたら下でアホな人で多分終わっちゃうんで、まあ、僕の範囲はこうですよね。1、2年で売れるって考えてること自体があかんのかなと思って、まあ、YouTube の仕組みといってもう本当に何年単位で伸びることとかもあるんで、そういうのを考えるとやっぱ長期的に見るのが一番なのかなと思いますね。ただやっぱね、皆さんの応援が大事なんで応援してください。難しいっすね、本当にね。お手上げ状態で動画撮ってるんですけど、まあ、こんな感じですよね。まあでもね、YouTuber で大儲けしたからといって、こういういい未来が待ってるとかそうなんじゃないんで、こういう日々のね、小さい幸せを見つけれる人になりたいですよね。結構ね、文句ばっかり言ってるんで、今。そのね、愚痴を抑えて、まあ言わんようになりたいですよね。やっぱね、どうしても誰でも不満があると思うんで、今生きてる時に。その不満をね、ちょっとでもこう、抑えれるようになりたいですよね。そんな感じで。皆さん、今後のともやの気まぐれな日常を応援してください。そんな感じですね。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ちょっとね、この先、YouTuber の物語が始まるかもしれません。っていう中二病な動画でした。バイバイ。
Yeah!